サンタクルス・デ・ムデイラは、スペイン、カスティーリア・ラマンチャ州、シウダー・レアル県の自治体で、カンポデ・カラトラーバ地区の最東南部に位置する。マンセル派広域共同体に属する。サンタクルス・デ・ムデイラの領域の大部分は、ラマンチャ平原にあるが、最南部から南西部にかけては、シエラ・モレーナ山地へとつながる、アセブーチェ山地とアルヒーベ山地にかかっている。サンタクルス・デ・ムデイラを流れる小川は、 ウ季キには、ラランブラでサンタクルスへとなり、グアリアーナ川の支流であるハバロン川へ注ぐ。気候は、内陸性地中海気候で、冬季の寒さは厳しく、夏季は非常に暑い、降水量は乏しい。出展、イネ1900年から1991年、1996年、自治体首長は、カスティーリャ・ラマンチャ社会党のホセルイス・フエンテス・ガビランで、自治体表議員は、 プベジャスシエム、4、カスティーギャラマンチャ社会党、4、カスティーギャラマンチャ国民党、3となっている。サンタグルスデムデイラは、バルデペーニャス司法官かつくに属す。ありがとうございます。